お町道、調子道、北武士道、武士道藤山です。武士道丸山です。今回は所ジョージさんの一年中クリスマス、セロリパセリを弾き語ります。どうぞ。ウクレレタイム。真っ赤なお花のトナカイさんは、ハッハッ、サンタクロースに騙されて笑うもの。サンタクロースは誰でしょうね。へへへ。フライドチキンのおじさんではないでしょう。私は23歳になってまで、靴下をぶら下げて親父を待ってます。きよしこの夜、週は決まってり、セロリパセリ。真っ赤なお花のトナカイさんは、はは、我が日本の法律では保護されている。サンタクロースは罪人だ、はは、は。3年以下の懲役ぐらいじゃ免れない。私は23歳になるまで、奈良の公園にいるのがトナカイだと思ってた。せんべいを食べてた、週は決まってり。セロリパセリ。真っ赤なお花のトナカイさんは、はは、サンタクロースに騙されて笑いもの。いつでもみんなの笑いもの、ほほほ。年がら年中笑いもの。私は23歳になってまで、煙突を覗いてサンタを待ってます。途中で使えた手話きませり、セロリパセリ、セロリパセリ。武士道、トナカイさんとはどんな人物でござる？トナカイさんは人じゃなくて動物なんだ。いやいや。大きい鹿のような動物で、サンタクロースのソリを引く動物として有名なんだよ。ざる立派な毛だものが、なんで知れ物扱いされるでござる？それは、ルドルフというトナカイの花がみんなと違って赤かったからなんだ。みんなと違うことでわびしくなるのは、古今当然においてあるのでござるな。でも、ある深い霧の日に、ルドルフの赤い花がピカピカ光って、サンタクロースや他のトナカイを導くことができて、一躍みんなの憧れるトナカイになったんだ。あっぱれ。さるよき話の割に、この歌のサンタクロースは白い感じがする。まあ、そこは所さんのユーモアということで。ユーモア。所ジョージさんは、裸の豚がいる酢豚。という最短級の歌や全くやる気がございませんのようなユーモア、おかしみのある曲をたくさん作られているよ。ピカ様。他にもご自由にどうぞ、歩いて3日などのいい歌もあって私は大好きなんだ。このチャンネルでは引き続き弾き語り、ソロウクレレ、推しの時に饒舌になったりする動画をアップします。よければチャンネル登録、高評価していただけると牛道感動。それではまた、ごきげんよう。